シトリックスシステムズはアメリカ合衆国フロリダ州フォートローダーデールに本拠を置く多国籍情報テクノロジー企業である。元々はソフトウェアメーカーで2004年のネットクの買収によってネットワーク機器の製造・販売も行うようになった。1990年代からンクライアント技術の先端企業となり、現在では特にデスクトップ仮想化、サス クラウドコンピューティング技術の分野の製品を販売している。代表的な製品は、サーバー仮想化用の製品、ストリックス全サーバー、アプリケーションのリモート配信用ミドルウェア製品、ストリックスゼナップ、デスクトップ仮想化用の製品、ストリックス全デスコタップ及び、ウェブアプリケーション高速化用、ネットワーク機器製品、シトリックスネケイラーがある。全という名前よりも、 救命賞のメタフレームがよく知られている。エド・ヤコブッチを中心とした IBM で OS2 の開発を行っていたソフトウェア開発者たちによって1989年に創立された。ヤコブッチは IBM で OS2 の開発を行うにあたりユニックスのようなマルチユーザー OS を作りたいと考えていた。ところが IBM が OS2 の マルチユーザー化に興味を示さず、このことが、ヤコブッチが IBM を退職して会社を立ち上げる、ことにつながった。本拠地のあるフローリダは、柑橘類の産地であり、創立直後は、シトラスと名乗っていた。しかし、すでに同盟で、商標登録された会社が存在していたことから、シトラスとユニックスを合わせて、シトリックスの名称に変更した。シトリックスの最初の製品は、 ヤコブチの念願だったマルチユーザー化された OS2 であり、シュトリックスマルティザーと命名された。この時 OS2 のソースコードは IBM からではなく、マイクロソフトからライセンス供給された。シュトリックスマルティザーの狙いはテキストベースの OS2 アプリケーションを1台のサーバーから、 複数のユーザーに同時に使わせることによって、ユニックスの市場の一角に食い込むことにあった。しかし、シトリックス・マルティザーは、技術的には一部で、高い評価は得られたものの、市場のニーズは存在せず、商業的には失敗策に終わった。シトリックス・マルティザーの商業的失敗を受け、シトリックスは、顧客ニーズの調査に力を入れ、DOS アプリケーションや Windows 3.1アプリケーションで、 あれば、リモートアクセスのニーズがあると判断した。こうして1993年に発表された w i n b e は OS2 をベースとしながらも、DOS アプリケーションや Windows 3.1アプリケーションも、マルチユーザー環境で使えるようになっており、シトリックス最初の商業的成功となった。さらにこの後、マイクロソフトから Windows NT のソースコードのライセンス供給を受け、 Windows NT 3.51をマルチユーザー化した WinFrame を1995年に発表した。WinFrame は Microsoft から Windows NT 3.51のライセンス供給を受け Windows NT 3.51をマルチユーザーに改変した上で完全に一つの OS として出荷されていた。つまり Microsoft から OS を購入しなくてもサーバーハードウェアと ウィンフレームだけで動作した。Windows 2000や2003や XP で動作するリモートデスクトップ、ターミナルサービスは、同社の技術をベースとしている。ちなみにウィンフレームの15年後の子孫にあたる、現在のシトリックス全アップは、マイクロソフトの OS に追加インストールする、ミドルウェア的な位置づけになっている。参考。 RDP1995 年12月にシトリックスは株式公開を行った。株式価格は公開後1日で倍になった。株式公開当時の製品、WinFrame は Microsoft Windows NT 3.51をベースにしており、ちょうど Windows NT が企業でのソフトウェアマーケットでシェアを拡大し始めたタイミングと重なったことで WinFrame も 大いに市場に受け入れられ、これが株式価格の上昇につながった。これはシトリックス創立直後の製品、マルティザーが、それ自体がマーケットに受け入れられなかった o s にをベースにしていたことで失敗したことと対照的である。公開の時点で株式の30%は従業員によって保持されていた。株式を保持していた多くの従業員たちは、 保有株を売却することで多額の利益を得ることとなった。ありがとうございます。